大分大学の神名と申します。本日は、リアクティブプログラミングにおける自変値永続化の試みというテーマで、1時間ほどお時間をいただきたいと思います。で、私はリアクティブプログラミングに、まあ、最初に関わったのが多分2016年のスプラッシュでポスター発表を確かその時にさせていただいて、でそれがですので多分4年半くらい前の話になるんじゃないかと思うんですけれども、まだそんなに実は時間が経ってなくてですね、お聞きの皆様の方が、まあ、実は詳しいってことがあったりするかもしれないので、ちょっとそういった中でこういった話を本日させていただくのは大変恐縮なんですけれども、1時間ほど、お付き合いください。で、本日の話の流れはですね、こんなようになっております。最初に、ちょっと簡単に、私が、リアクティブプログラミングどういうふうに思ってるかっていう、簡単な紹介と、既存のプログラミング言語も含めてですね、ちょっと簡単に紹介させていただいて、で、それで、私はシグナル J っていうリアクティブプログラミング言語を作っているんですけれども、それの、紹介、既存のリアクティブプログラミング言語の中で、どういった位置づけになるのかっていうようなところとかですね、どういった特徴があるかっていうようなお話をさせていただきたいと思います。それで、タイトルにあったその永続化、自変値永続化ってタイトルに入れてましたけれども、その話はちょっとかなり後半の方になるんですけども、最後にそういった話をして、話を締めくくりたいと思います。それで、まずリアクティブプログラミングって何なのかっていうことから簡単に紹介させていただきたいんですけれども、例えばですね、論文とかあるいはそのリアクティブプログラミングに関する記事とかですね、ウェブ上にあるような記事も含めて、大体なんかこんなようなことが書いてあるんじゃないかなと思います。まず、時間変化する値をなんか抽象化するような、そういった言語機構を持っていると。で、時間変化する値、タイトルの方にも自変値というふうに書きましたけれども、例えばですね、現在時刻のような、ずっとこう変わっていくような、時間とともに変わっていくような値がありますよねとか、あるいは外から入ってくるような、時間とともに、値が入ってくるような、そういう値のストリームのようなもの、例えばそのユーザーのアクションによって引き起こされるイベントとかですね、イベント列とか、そういったようなその、時間とともに変わっていく値があると。で、そういったものを何か抽象化するような言語機構があってですね、で、それをなんかこう宣言的になんかつなげていくような、それらの値の間にはなんか依存関係があって、それらをつなげていくと。で、つなげていくと、何が起こるかっていうと、それがデータフローのような形になってですね、どっかの値が変わると、その値が自動的にそのフローの先の方にですね、流れていって、プロパゲーションされて、伝播されていくというような、そういった値の伝播というものを宣言的にかける。で、こういったものがあると、何か値が変わったときに、それに対して、瞬時にリアクションするような、そういったリアクティブシステムっていうものを簡単に書けるというようなことが書かれていたりします。例えばその、グラフィカルユーザーインターフェースとか、あるいはそのセンサーとモーターの連携とかですね、そういったもの、センサーの値が変わると、それに応じて、アクチュエーターのが変わるとかっていうような、そういったものとかですね、そういうその何かリアリア値変化に対してリアクションするようなシステムが書けるという、そういったことが言われていたりします。で、こういったことを、言われるとですね、なんとなく分かるんですけれども、いまいちこうピンときません。
よね。まあ私もなんかあんまり最初、まあこういった話を聞いてもですね、すぐにはこうピンとこないんですけれども、まあ、そこでちょっと一つ例題を考えてみたんですけれども、簡単な、ストップウォッチの、プログラムを考えてみます。まあ、ここに、スクリーンショットがありますけれども、まあ、なんかボタンがあってですね、あとここに、まあ、タイマーがついているような、まあ、そういった簡単なアプリケーションを考えてみましょう。で、このストップウォッチは2つの状態を持っています。まあ、アクティブな時とインアクティブな時があって、このカウンターはアクティブな時のみ動くと。で、このステートチェンジ、アクティブかインアクティブかのこの切り替えはですね、このボタン、メインボタンって書いてありますけれども、この左側のボタンですね、このスタートって書いてあるボタンを押すと変わると。で、もう一回押すとまた変わると。で、このそれとともに、このラベルも、このボタンにあるラベルも変わってですね、アクティブ、まあ、タイマーが動いているときは、ここのラベルはストップっていう表示になって、で、止まっているときは、ここがスタートになっている。今は動いてないので、スタートになっているとか、あと、このリセットボタンですね。このリセットボタンを押すと、このカウンターが0にリセットされて、あと、ストップウォッチの動きは止まるという、まあ、こういった簡単なストップウォッチの、アプリケーションです。で、これをまず Java で書いてみましたっていうのがこちらのプログラムですね。これは私が何もあまり深く考えずに、Java で書いてみたっていう、まあ、そんな感じのプログラムなので、まあ、もうちょっとうまく書けるかもしれませんけれども、まあ、とりあえずこんな感じで書けますよという、まあ、例を示しています。まあ、まず、まあ、状態をですね、こういうふうにブーリアン型の変数で状態を、表していて、で、これが、まあ、ボタンが押されると、このアクションパフォームドが、まあ、動いてですね、まあ、ここの処理が実行されると。で、ボタンが、まあ、スタートって書いてありますけれども、まあ、いわゆるそのメインでコントロールするボタンが押されたときには、アクティブだったときは、それを、まあ、フォールズにして、で、ラベルも変えて、で、まあ、タイマーは別のスレッドで動いていますので、それを、とりあえず、これ一応、ヌルチェックで、スレッドを止めるって形にしてますので、まあ、それを止めるっていうような形にすると。で、アクティブじゃないときは逆にというようにして、ラベルをストップにして、スレッドを起動させるというようなことですね。で、あと、リセットボタンが押されたときには、まあ、こういうふうに、フォローズにして、スタート、ラベルをスタートにしてというような、まあ、ことをする。まあ、こんな感じで、実装できますよ。まあ、これでも、まあ、分かりますよねっていう話ではあるんですけれども、まあ、ただちょっと、まあ、なんとなく嫌なのがですね、先ほどの例えば、いろいろ書いてあった仕様ですね、ストップウォッチの仕様として、例えばそのステートが変わる、ボタンが押されるとステートが状態が変わるっていうのは、どこで、書かれてるかっていうと、まあ、こういったところで、今、青線で示したようなところで、実装されていると。ちょっとなんかスライドがずれて、まずカウンターですね、カウンターがアクティブなときに動いているっていうのは、まあ、ここを見れば分かるというところは、まあ、今、青線で示しています。で、ステートが、ボタンによってステートが制御されるっていうのは、まあ、ここを見れば分かるというのが、青線で示されています。で、ラベルが変わるっていうのはですね、ここで、実装されています。で、リセットボタンの振る舞いは、まあ、一応ここにまとめられているんですけれども、まあ、ただここに、
ここに書かれてあるような仕様だけじゃなくて、例えばそのラベルが変わるっていうことも混ざってここに書いてあるっていうような感じで、先ほどのですね、先ほどに示したストップウォッチの仕様がですね、その通りに書かれてるかっていう、そのコードレビューとかをするときにですね、全体がこう非常にこう混ざり合って書かれているような形になっているっていうのが分かるかなと思います。で、一方ですね、リアクティブプログラミングはこれを、時間変化する値の間の、フロープロパゲーションのフローとして、表現します。で、先ほどのストップウォッチの例題はですね、時間変化する値っていうものを使って、それらの間の関係として示すと、大体こんな感じに書けると思うんですね。まずボタンと、あとその時間はずっと変わっていきますので、時間とボタンがあってですね、で、ボタンによってアクティベーションの状態が変わるし、あとそのカウンターも時間とともに変わるし、でボタンによってこのカウンターが止まるとかっていうのが制御されるとかですね、で、ラベルはアクティベーションによって変わっていくっていうような形で、こういう依存関係、時間変化する値の依存関係として表すことができます。で、例えばカウンターがアクティブな時のみ動いているっていうのは、例えばですね、カウンターはアクティブな時に、あとその時間とともに関わっていくので、こういったフローで表現されますし、で、状態はそのボタンによって、制御されるっていうのは、ボタンによってこのアクティベーションの値がこう変わっていくっていう形で、こういった依存関係がある。で、ラベル、ボタンのラベルはアクティベーションによって変わるっていうのもですね、こういうフローで表すことができる。で、リセットボタンはアクティベーション必ず、止めるし、あとそのカウンターも値をゼロにするっていうようなのも、こういった依存関係として表現することができます。で、こういう時間変化する値の依存関係として、設計するっていうことを、ある意味、リアクティブプログラミングでは強制されることになります。で、この時間変化する値っていうのは、言語によっていろんな、抽象化がなされているんですけれども、例えばですね、FRP、関数リアクティブプログラミングの世界では、例えばその連続的に値変化する値、その時間のようなですね、時間のようなこう連続的に変化する値のことを、ビヘイビアと呼ぶし、で、あるいは外から来るような離散的な値のことをイベントというふうに呼んで、抽象化していますと。で、あるいはですね、ドットネットで、作られているようなリアクティブエクステンション、その後Java とかですね、JavaScript とかいろんな言語に移植されて、今日ちょっとこの後 RxJava について紹介しますけれども、こういった言語では、その値の、生産者と消費者に、分けて、抽象化したりとかしています。で、あと最後にですね、紹介するシグナル J では、すべてシグナルっていう言語要素で抽象化するっていうような、こういった道具を使って、時間変化する値っていうものを表現します。で、例えば、RxJava で、先ほどの、ストップウォッチのプログラムを書くと、どんな感じになるかっていうと、ボタンと、あとアクティベーションと、あとカウンターとラベルと、あとタイムですね。この3つの事変値を用意してあげて、で、これらの間をどういうふうにつなぐかっていう形で、プログラムを書いていきます。なんとなくこうちょっと雰囲気だけ分かっていただければという形でコードをそのまま紹介しているんですけれども、例えばラベルはアクティベーションの値がトゥルーだったらストップで、違ったらスタートになるというような、こういったラベルとアクティベーションの関係がですね、こういう形で
記述されていたりとか、まあ、時刻は、まあ、とりあえず、100ミリ秒ごと 0.1 秒ごとにまあカウントされるというような形で、これは値の列として表現しています。で、時間とともに例えばアクティベーションの値が true だったら、カウンターを1個先に進めるとかですね、これ時間とともにこういった処理を進めていくとか、そういったことが書かれています。これかな、まあ、カウンターが、カウンターが先に進むのはそのアクティブな時だけですっていう仕様は例えばここに書かれていると。で、ステートの変化は、まあ、メインボタンによって制御される、メインボタンによってどういうふうに制御されるかってことが、まあ、ここに書かれていて、まあ、今の値のと、現在のアクティベーションの値と違う値が設定されるとかですね、ボタンが押されると、まあ、その値が設定されるとか、なんかちょっとすみません、ちょっとスライドが崩れてますけれども、まあ、ラベル、さっき言ったそのラベルは、アクティベーションの状態によって、スイッチされるとかですね、あとリセットボタンが押されたら、カウンターをゼロにして、アクティベーションを止めるとかいったようなことが、まあまあ、先ほどの Java のプログラムと比べると、まあ、なんていうかその、まあ、より直接的にその時間変化する値の依存関係をが、表現されているということが、まあ、一応ご納得いただけるんじゃないかなと思います。まあ、こんな形で、まあ、次変値の間の依存関係というものを、まあ、ある程度ですね、宣言的に書けるようにしましたという、まあ、そういった形で、まあ、こういうふうに書けるというのが、まあ、リアクティブプログラミングの、まあ、嬉しいところかなというふうに私は思っています。はい。で、今までのところでよろしいですかね。ちょっとなんかあまりちょっと時間思っているちょっと食ってしまったのでちょっと先に進みたいと思うんですけれども、まあまあ、今RxJava の紹介をしていきましたけれども、まあ、世の中にはいろんなリアクティブプログラミング言語がまあ、これまでにこう提案されていて、まあ、それぞれどういった特徴があるかっていうことをですね、少し簡単に言語のデザインスペースとして、どういった言語のデザインスペースがあってですね、まあ、それぞれどういう、まあ、なんていうかその、まあ、どういうふうにそのリアクティブプログラミング言語、RP 言語というものが特徴付けられるかということをちょっと簡単に紹介していきたいと思います。で、まずその評価の戦略ですね、値変化するそのプロパゲーション、時間変化する値が変わったときにその、この矢印がデータフローを表しているんですけれども、このフローがですね、どういうふうに評価されるのかっていうことについて、まあ、大きく2つの評価戦略があります。まず一つはプッシュベースといって、データのセンサー生産者がですね、常にこの値をすみません、この値変化を常に、消費者に向けてプッシュするという、そういう評価戦略です。これはこちらの、プロデューサー側、生産者側がの値が変わると常にそれを消費者に向けてその値変化を伝えていくというそのイベントドリブンな形で計算していくようなそういう評価戦略になります。で、まあ、これのまあ良いところはですね、何かことが値変化が起こったとき、ことが起こったときにそれを即座にコンシューマーに向けてプッシュすることができる、まあ、そういうその即座なリアクションというものを計算することができます。まあ、ただ場合によってはですね、ちょっと後で紹介するんですけども、グリッチって言って、
不整合、値の、一時的にその値の計算、値がおかしくなるっていうことが、起こり得ることがあって、それを、避けないといけないという、ことがあります。で、逆に、プルベーストって言って、コンシューマーが、オンデマンドでですね、値が必要になったときに、プロデューサーに向けて、値をリクエストするっていう、こういう、評価戦略が、あります。これは、コンシューマー側が、常に値をリクエストして、コンシューマー側がその計算をトリガーするという、こういった、仕組みで計算を進めていくんですけれども、こうしていくと、先ほど話し、あのお話ししたグリッチということは、起こりません。コンシューマーが常に、その時のプロデューサーの値を、要求していけばよくてですね、その時点で、その時点での値が計算されて、コンシューマー側に値が戻ってくる、そういった形で計算していくやり方になります。ただ、その値変化に即座にリアクションするっていうようなですね、そういった計算は計算には向かなくって、例えば、どれくらいのそのサンプリングレートにするかにもよるんですけれども、あんまりこうずっとこうプルを要求していくとですね、その分負荷がかかりますし、かといって、ここがプルのペースがですね、だから、どれくらいの頻度でこのプロデューサーに値を要求するかによるんですけれども、こういう、プッシュベースのような即座に応答するっていうものには向かないというふうにも言われています。これはだから言語のによって、それぞれどちらの戦略を取るかっていうことが選択されるっていうことになります。で、あと、リアクティブプログラミング言語は、大体既存のホスト言語の上でですね、その既存の、例えばその Java とか JavaScript とか既存の言語の上に、新たな拡張として実現されるっていうことが多いんですけれども、そういったときに問題になるのが、ホスト言語上での、オペレーターとかメソッドとかですね、そういったものを自変値に適用するときにですね、それを、自変値に適用できるように変換してあげるという必要が出てきます。これを俗にリフティングというふうに言うんですけれども、ですので、例えばですね、F っていうメソッドがあって、これが T っていう型を、期待している、メソッドだとすると、この T の自変値にこの F を適用させたかったら、まずこれを一旦、自変値に適用できるようにこうリフトをするっていう、そういった演算が必要になると。リフトって演算が必要になって、このリフトって演算を、行うと、現在の値のこの F の値が返ってくる、そういった、操作をする必要があります。で、例えばその型付きの言語ですと、これを大体、明示的にやることが多いです。だからこの F って値を、この B が自変値だとして、これを、F に適用させたいとするならば、まずこの F を、リフトさせて、リフトさせて、そのリフトされた結果を、B に適用する、こういったことをする必要があります。で、動的な言語だと大体これはインプリシットに行われることが多くて、静的言語でも、そうなんですけども、例えばその F っていう値が、F って関数がですね、自変値だけじゃなく、自変値にオーバーロードされていて、そういった時にはインプリシットに適用させるということができたりします。こういったリフティングというものを考える必要があります。で、あと、プッシュで計算をするときには、グリッチが起こるっていうことがあります。これはどういったときに起こるのかっていうと、この依存関係がですね、例えばそのバー1からバー3までのこう依存関係がこう2通り
以上にこう分かれてですね、分岐して最終的にこっちに合流していくような、こういった依存関係があるときに、グリッチを引き起こすことがあります。これは、値を伝播していくときにこう一時的に起こるような、不整合、値の不整合が起こるっていう話なんですけれども、例えばですね、バー2っていう次変値は、バー1を、2倍したものであると。で、バー3はバー1とバー2を足したものである。今、こういった依存関係があったとします。で、このときに、バー1の値がまず、1になった。1になったときに、先にそれがですね、バー3にプッシュされると、バー3はバー2とバー1の値を使って計算しようとするんですけども、まだバー2の値が確定していないので、値は未定義であるというような結果になると。で、その後、かける2がです、バー2の値が2に更新されて、これがバー3に伝播されると、正しい値が得られるとかですね、あと、バー1の値が2に更新されると、例えば、もしそのバー3がですね、バー3の方に先に値が伝播されて、バー3が先に計算されると、古い値が使われて、バー2、古いバー2と新しいバー1の値で値が計算されて、4になる。で、その後、バー2の値が更新されて6になるっていうようなですね、こういう、本来起こらないような値が観測されるっていうことが起こり得ます。で、これは、あまり気にしないっていう考え方もあるんですけれども、一般的にあんまりこういったことは起こってほしくないっていうふうに思われていてですね、で、プッシュベースでそれを計算するためには、ちゃんとですね、値の更新の順番をきちんと決めてあげないといけない。トポロジカルソートを行って、まずバー1が更新されたら、まずバー2を先に更新してからバー3を更新するっていうようにですね、値伝播の順番をきちんと決めてあげないといけないっていうことが起こります。で、閉じた世界だったら、いいんですけれども、これが例えば分散システムとかにこうなってきて、例えばそのバー1とバー2とバー3が別々の計算ノードで、観測される値とかだったりすると、これらの間を、うまくこうきちんとですね、それらのシステム同士で、順番を決めてあげないといけないということで、さらに難しい問題になるということが知られています。で、あと、プロパゲーション、値伝播の、ネットワークはですね、固定的ではなくて、実行時にダイナミックに変わることがあります。それをちょっとここではプロパゲーションのスイッチというふうに呼んでいますけれども、例えばですね、バー1の値が true だったときはこちらを計算して、バー1の値が false だったときはこちらを計算するっていうような形で、こういうプロパゲーションの形はですね、実行時に変わり得ることが一般的に変わり得るもので、そのためのいろんなスイッチングオペレーターというものが、コンビネーターというものが用意されていたりします。で、あと最後、リアクティブプログラミングの分散化の話について、ちょっと簡単にまとめておきたいと思うんですけれども、ウェブアプリケーションとかモバイルアプリケーションとかですね、こういったそのインタラクティブなアプリケーションというものは、どんどん分散化されていますよって、一般的な話があってですね。で、それをリアクティブプログラミングで実現しようとすると、さっき言ったそのコンシステンシーというものを保つということがですね、より難しくなってきます。それはネットワーク上に起こる、例えば遅延とかですね、あるいはそのネットワークがダウンするとか、そういったことも起こり得るということも考えないといけない。で、こうした問題について、例えばですね、一つコーディネーターのようなものを1個用意しておいて、そのコーディネーターが
値連番の順番をこうきちんと決めるとかですね、あるいはその完全にまあそのプロパゲーションのアルゴリズム自体をあのディセントライズしたようなまあディスリディス分散プロパゲーションアルゴリズムとかっていったようなものもあのまあ提案されています。まあ、ちょっと今日は この辺の話でそんなに詳しくはあのしませんけれども、あのまあいずれにせよですね、まあ、分散システムの話はあのこれまでにあのリアクティブプログラミングのまあはるか以前からですね、分散システムの研究はずっとこう研究の積み重ねがありますので、まあこういまあ、あの言いたいことはですね、まあ、こういったその既存の研究にうまくなんか乗っかるようなですね、なんかそういうアブストラクションをまあ考えることができればまあ嬉しいなというふうにまあ考えているところです。で、まあ、ちょっとリアクティブプログラミングのまあ紹介的な話はちょっとこの辺で、そろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、あのでえっと私はですね、Signal.j っていう、Java ベースの、リアクティブプログラミング言語を、まあ、作っています。で、これはどういう特徴がある言語かっていうと、まず一つはですね、まあ、非常にこうシンプルなプログラミングインターフェースを提供しているような、まあ、そういう言語で、まあ、先ほど事変値にはいろんな抽象化があるっていう話をしましたけれども、そのイベントとかですね、あるいはその、まあ、FLP で行えるようなそのプロパゲーション、値伝搬とかっていったものをシグナルっていう一つのアブストラクションで表現しますっていう、シグナルだけを持つっていう、そういう言語ですね。で、あとですね、既存の言語、これはJava ベースの言語なので、まあ、当然静的片付け言語なんですけれども、まあ、それでありながらリフトっていうものをリフトに関するオペレーションを全く用意していません。でシグナルはまあ、完全に普通のシグナルじゃない値として、使うことができるという意味でリフティングを提供せずにですね、シグナルをもうそのまんま普通の値として、あと普通の値としても使えるというような形で、まあまあ、そういう2つの意味で、シンプルなプログラミングインターフェースを提供している、まあ、そういうプログラミング言語です。で、まあ、こういう単純な仕組みでありながら、まあ、これまでのリアクティブプログラミング言語で、提供されているようなですね、リッチな表現力をまあ備えていて、それはプッシュプルに関する評価戦略であるとか、まあ、ちょっとグリッチフリーはまあ、若干ちょっと怪しいところもあるんですけれども、まあ、一応まあ、こういった特徴を持っていますとか、あとそのスイッチングもまあできますし、まあ、そういったいろんな特徴を持っている、まあ、そういう言語です。まあまあ、詳しい話はですね、こちらの文献に書かれていますので、まあ、ぜひ興味がありましたら、こちらの方をご参照いただきたいんですけれども、まあ、ちょっとこの話を、Signal.j についてちょっと簡単に紹介していきたいと思います。で、Signal.j では、まあ、事変値っていうものを Signal っていう一つのアブストラクションで、表現します。で、これは、Signal は、モディファイアを使って、だから、変数を宣言するときにですね、変数を宣言するときに、シグナルっていうモディファイアを使うと、まあ、その変数は事変値になる、シグナルになるっていう、そういう、形ですね。で、まあ、シグナルしかないっていうふうに言ったんですけれども、まあ、大きくこのシグナルを、まあ、ちょっと分あえて分類するとすると、シグナル、そのプロパゲーションのソースに入り口になるようなシグナルと、あとそのプロパゲーションの先になるようなその何か別のシグナルに依存しているようなシグナル、2つに分類することができます。で、まあ、このうちですね、まあ、何か別の他のシグナルに依存しているようなシグナルのことをコンポジットシグナルというふうに呼んでいるんですけれども、こちらのコンポジットシグナルの方は、この値は、
それが依存している別のシグナルの値が変わる、それに依存した値を持つ、そういう意味になります。で、ここのシグナルは明示的な、再代入は許されていなくって、常にこの値を保持しているということになります。で、一方、プロパゲーションの入り口に当たるようなそのソースシグナルの方は命令的にアップデートすることが、更新、値を更新することができて、だから例えば、今ここで A が、シグナル A が、値5というふうに設定されていて、B は A プラス3というふうに設定されていますけれども、ここで A の値が更新されると、B の値はその影響を受けて、9、値は9になる。今、こういった形で、値の伝搬を実現しています。で、シグナルっていうのも、あくまでも、一応、モディファイヤー、修飾子っていうことで、型ではないって言い方はちょっと変かもしれませんけれども、リフト、だからリフトがいらないんですね。シグナルは、シグナル自体は、シグナル以外の値が現れる、どこにでも置くことができます。だから、例えばですね、ここ、何でもいいんですけれども、普通の、ライブラリメソッドを使って、シグナル同士をつなげるっていうこともできます。ここは例えば、このカウントっていうシグナルは、A の値の、ビットカウントを計算した別のシグナルっていう、そういったこ、あの意味になるんですけれども、で、この A と B が依存し、B カウントが A に依存しているっていう、この依存関係はコンパイラーが決定します。ただ、型システムはあくまでもこれらの変数はイント型として扱うので、ビットカウントのところにこれをこのビットカウントをですね、リフトせずに、直接そのまま、イント型の値、だからイント型の値を、要求しているところにそのままシグナルを入れることができます。で、ただ、この依存関係はコンパイラが、維持していますので、計算されていますので、このカウントの値はこの A に依存して変わるということで、ここで例えば A の値が6から7に変更されると、ビットカウントは2から3に変わるということで、この値は3になるっていう、そういった、このリフティングを用いずに、こういったその既存の、メソッドを直接使って、直接シグナル同士の関係を記述するということができます。で、あと、その他ですね、シグナルには、いくつかのオペレーターを用意していてですね、このシグナルっていうモディファの、モディ、あの修飾子のついた変数には、これイント型なんですけれども、サブスクライブとかですね、そういう別のオペレーターを適用することもできます。で、これはイベントハンドラーを、A に登録するっていう、そういう意味になるんですけれども、A の値が更新されると、それによって引き起こされる振る舞いを登録することもできます。これは特に値は返さないんだけれども、何か副作用だけを引き起こすような、そういった処理をここに A に関連付けたいときには、こういったサブスクライブというものを使って、A の値が更新されると、その更新結果を表示するっていうようなですね、そういったことを記述することができます。とか、あと、その他ですね、いくつか、例えば、その過去の、値の、合計値をもう求めるとかっていうような、一種の、そのフォールドを行うようなオペレーターも、用意されています。で、シグナルの値が、どういう評価戦略で計算されているかということなんですけれども、ここにはいくつかの、戦略が使われていてですね、まず、シグナルの値を計算するというときには、基本的にプロパゲーションのときに、
時間は進まないっていうことを表現するために、即座に値が変わるっていう、即座に値が、シグナルの場合は即座に値が変わります。シグナルの値の間に、いわゆるその、論理的なですね、もちろん物理的な時間は動くんですけれども、論理的な時間変化は起こらないという、そういう意味合いで評価戦略が作られています。例えばですね、これ、PI コントロールの例で、モーターの操作量が、センサーの値と、あとそのセンサーの値の過去の合計値を使って計算されているんですけれども、DIF の値とこのセンサー値は常に同じ時間の値のを指している、そういうことを、そういう意味になります。で、その評価戦略なんですけれども、評価は基本的にプルベーストで、値が計算されています。だから DIF の値を使いたくなった時に、その時のセンサーの値を使って、値を計算するっていう形になるんですけれども、ただちょっと、こういう、過去の値をすべて計算するっていうようなですね、こういうフォールドするようなオペレーターは、毎回毎回全部計算その求められた時に計算するってすると、ちょっと大変なので、こういうフォールディングオペレーターは、その値変化が起こったときに、プッシュベストで値を得るっていう、そういったことを行っていて、なので、まとめると、まず先にこのフォールディングオペレーターの値を先にプッシュベストで計算しておいてから、DIF の値を、その時のセンサーバリューの値、その時の、これはちょっとセンサーバリューしかないので、ちょっと例が良くないんですけども、他に何か依存する値があったときには、その時の値を使って、基本的にプルベーストで、値を評価するっていう形になっています。で、一方、イベントハンドラーの実行はですね、基本的に、値が確定して、そのシグナルの値が確定してからですね、イベントハンドラーが起動されるということで、ここは論理的に時間が一つ先に進んでいるっていうことになります。ですので、例えばこれ、PID 制御の、今度は PID 制御の例で、何か過去の値を保存しておくような、そういった変数が、ラストって変数が、あったとしてですね、で、このラストの値は、センサーバリューの値が評価される、値が変わるたびに、このラストの値が、更新される。で、この時、このラストの値は、そのセンサーバリューの値が確定してから、ラストの値が確定されるということになります。ですので、この DIF のラストの値は、センサーバリューの値が確定してから、アップデートされるので、この DIF の値を評価している時のラストはですね、これが更新される前の以前の値がここから得られるということになります。こういうちょっとイベントハンドラーの方はちょっとワンテンポ遅れて評価されるっていう、そういった評価戦略になっています。で、あと、こういった仕組みでありながら、シグナルのプロパゲーションのスイッチということも、実現することができてですね、例えば、シグナルの、あ、違う、オブジェクトのシグナルっていうものを考えると、そのオブジェクトのシグナルっていうものを使って、プロパゲーションのスイッチっていうものを実現することができます。例えばですね、何かこう複数のタブがあって、それぞれのタブに、現在表示するビューがあって、そのビューのコンテンツが時間とともにこう変わっているっていうような、そういった例を考えてみますと、まずその現在表示しているビューっていうのは、そのタブのインデックスに応じて変わるので、ここにタブのインデックスが変われば、ビューが変わると。
このビュー自体はオブジェクトのシグナルとしてタブの値が変わるとオブジェクト自体がこのクライアントビューが指しているそのビューのアイデンティティ自体が切り替わるということに、なりますので、まあ、こういったオブジェクトのあんま、だから、オブジェクトのマスがこう関わるので、そのオブジェクトの中で、中にまあ内包されているシグナルが切り替わるという形で、こういう仕組みを使ってシグナルのプロポゲーションそのものを切り替えるということがサポートされています。で、ちなみにさっき のストップウォッチのプログラムをシグナル J で書くと、まあ、こんな形になってですね、まあ、ほぼ RxJava と、まあ、同じような形になるんですけれども、まあ、RxJava と比べると、まあ、だいぶシンプルなシンタックスになっていてですね、まあ、基本的にそのボタンとアクティベーションとカウンタートラベルっていう、まあ、こういった構造はRxJava と基本的には、まあ、同じような形になっていますけれども、まあ、こういった形でシグナル J を使って、ストップウォッチのアプリケーションを実現することができます。でちょっとだいぶ時間を使ってしまったんですけれども、ここでですね、ちょっと一旦話を、まあ、戻してですね、事変値っていうものは非常にたくさんのところにいろんなところにあります。まあ、それは天気の情報であったりとか、IoT センサーだったりとか、SNS の、まあ、コンテンツも、まあ、事変値と考えることができます。でこういった値っていうものは時間とともにこう変わっていくってあるだけじゃなくって、まあ、こういったものはだいたい過去の履歴が値変化の履歴が残っていてですね、時間を使って、問い合わせることができます。まあ、だから例えばその SNS の例がまあ分かりやすいかと思うんですけれども、過去にこうスクロールしていくとその時点での値を得ることができるというような形で永続化されていると。でこうした事変値っていうのはまあ大体多くの場合、まあ、リアクティブなシステムの中で使われていて、まあ、SNS なんかだと書き込みがあると、まあ、すぐにそれが即座に反映されるし、で、あとその時間を遡るっていうのも、まあ、大体こうリアクティブに操作することができる。で、なので時間変化する値でなおかつリアクティブなところで使われるっていうところで、シグナルっていうのはこういったその事変値っていうものの適切な抽象化になっていますかっていうことを考えたいんですね。で、シグナルっていうのは、まあ、大体、まあ、普通、トランジェントで、まあ、過去の履歴は大体残ってなくって消えてしまうし、まあ、メモリに、まあ、多少残っていたとしてもですね、アプリケーションが止まると、まあ、消えてしまう。で時間に対するクエリといったものも、まあ、サポートされていないということで、まあ、こういうその過去の履歴を含めた事変値っていうものを、まあ、ちょっと考えてみませんかっていうのが次の話になります。まあ、本日 のメインの話はちょっとここから始まるんですけれども、ちょっと例として、車両追跡システムというものをちょっと考えてみます。で、これは何かこう車両があってですね、車両の現在位置がこう時々刻々と更新されていて、それとともに例えばですね、その値の変化量からですね、現在速度というものが、まあ、予測されて、計算される、まあ、こういった、ものをちょっと考えてみましょう。で、これらの値はこう時間とともにこうずっと変わっていくだけじゃなくって、まあ、ある時点での、その車両の状態を、まあ、調べたいというときに、まあ、例えばですね、まあ、こんな感じで、ちょっと過去に戻ると、その値がですね、自動的にこう切り替わっていくっていうような、まあ、そういった、
ことをこう考えたいというときに、まあ、この X も Y も、あとその車両の位置もですね、あと車両 の、 速度もですね、それぞれ、値とともに、時間とともに変わるし、でまたそのこれらの現在時刻の表示もですね、これも時間の関数になっていますので、こう表示後切り替えると、それとともにその今表示したいディスプレイされる値っていうものも、まあ、変わっていく、こういったものをシグナルを使ってうまくこうプロパゲーションとしてですね、表現することが、まあ、できませんかってことをちょっと考えてみ、ましたっていうのが次の話になります。で、まあ、考えたのがですね、シグナルの値を永続化する永続シグナルっていうものを考えました。でこれはシグナルの過去の、実行履歴を、まあ、全て、まあ、データベースとして、まあ、ディスクに残しているような、まあ、そういうシグナルです。で、まあ、インターナルには、まあ、時系列データベースを使って、これの時間変化が全て、残されていると。まあ、ただそれはシグナルとして、まあ、抽象化されているので、このデータベースであるということは、まあ、プログラマーからは 見えないんですけれども、あと過去に遡って値を得ることができる、まあ、そういうものを考えています。で、永続シグナル同士 の、 プロパゲーションはですね、まあ、一つの考え方としては、まあ、データベースのビューがですね、それに、まあ、当たるんじゃないかということで、まあ、例えばですね、なんだろう、例えばその、それぞれの、車両の、X 座標、Y 座標 の、 変化量ですね。変化量というものは、例えばこういう、SQL の式で表現することができますので、まあ、こういったものに対応させるように、まあ、この場合、ちょっとあらかじめですね、オペレーターとしてあらかじめ準備しておかないといけないんですけれども、まあ、こういったあらかじめ準備しておいたオペレーターを使って値をそれぞれ の、 この例えばその POSX と DY と POSY と DY の間 の、 関係というものを、まあ、こういうオペレーターを使って記述していけば、これは内部的にはデータベースのビューとして表現されるという形でプロパゲーションも表現できる、まあ、こういったことを、まあ、考えたわけですね。で、まあ、これで、まあ、一応プロパゲーションっていうものは、まあ、表現できるんですけれども、ちょっといろいろ問題があってですね、っていうのは まずですね、まあ、何かその複雑っていうか、その複合的なですね、データ構造を表現することができないという、まあ、問題があります。まあ、例えばその今の例ですと、X 座標と Y 座標それぞれに、まあ、別々のシグナルを割り当ててですね、シグナルっていうのは、この、まあ、今の、ちょっとですね、こういう形でやると、そのプリミティブな値変化しか、記述することができないので、まあ、どうしてもですね、こういう、X 座標、Y 座標ごとにシグナルを用意するということになります。で、車両一つっていうものを表現するような、そういったシグナルを準備することができない。でこれらの X 座標と Y 座標は、まあ、当然同じ車両 の、 X 座標と Y 座標ですので、観測されるのも、まあ、同じ時点であってほしい。でしかしそれらの値が同じ時点であるっていうこともですね、まあ、言語がサポートしてくれるわけじゃなくって、プログラマーが自分で、そこは、まあ、面倒見ないといけないというようなところがあります。であとそのさっき言った通り、そのプロパゲーションはですね、基本的にビューを使って、表現していますので、それを使ってしかプロパゲーションを表現することができない。特定のオペレーターを使ってしかつなげることができないであるとかですね、あとまあ、なんていうか、その個々の、永続値 の、まあ、その の、どのシグナルがどのシグナルと関係しているかっていうことが、まあ、明示的、プログラム上明示的でないので、そこはプログラマが管理してあげる必要があるって話をしましたけれども、まあ、っていうことは、まあ、どうなるかっていうと、それらの間のなんていうかな、その、まあ、ライフサイクルというかですね、X が例えばその車両を
作業追跡を、まあ、やめるときになったときに、その値を、まあ、消したい。そのときにその X と Y の、あの関係も、まあ、プログラマーが、まあ、自分で面倒を見ないといけないということがちょっと、まあ、面倒でですね、あの基本的にあの最初のデザインの時にはあの、まあ、そういったことを、まあ、むしろもうやめ、ライフサイクル管理はもうむしろ諦めてしまって、あの全てのシグナルはあのもうスタティックにもうあのもうあのスタティックに決まるということにしていました。でそうするとあの新しい車両を例えば後から追加するということがもうすらもできないということになるので、まあ、ちょっとこれはあのまあ問題だろうということに なります。とか、あ、まあ、同じような理由でですね、あのプロパゲーションのスイッチもあのサポートしていないという形になっています。で、こうした問題をちょっと解決したいということで、で、まあ、ただこういった問題は実は結構簡単に解決できるということが分かってきました。それは一つのアイデアはですね、永続シグナル、関連する永続シグナルを まとめたクラスを考えてあげればよいということになります。まあ、なんで最初にこれを考えなかったっていう感じなんですけども、まあ、例えば車両っていうものをですね、考えるときに、その車両の中には、X と Y っていう永続シグナルがあって、一つの車両はまあこの、まあ、こういう自変値を内部に持っているということですね。で、これ全体が一つの、まあ、なんていうかその、まあ、自変値を組み合わせたものとして、これにシグナルっていう就職詞をつけています。で、このシグナルっていう就職詞についてはこのクラスはですね、必ず、ライフサイクル管理のため の ID を付与されることになっていて、で、この ID を与えてあげればですね、その ID を使って、一つの車両を作ることができる。で、この ID を通じてライフサイクル管理も行うし、あと同じ ID を付けられたこの同じインスタンスの中の永続シグナルを常に同期している、同じ時間、常に同じタイムスタンプが履歴として残っているという、そういう意味でのシンクロナイゼーションが行われているということも保証してあげる、まあ、こういった要素を、付け加えてあげればですね、まあ先ほどの問題はおおむね解決できるということがなんとなく分かってきました。で、ライフサイクル管理は、まあ、例えば こんな感じでですね、データベースが新しいデータベース、新しい ID がですね、新しい ID が付与されればその都度テーブルが作られる。だから ID に同じ ID につきテーブルは基本的に1個、 ID とテーブルは1対1にこう対応している形で、管理してライフサイクルを管理すると。で、まあ、値がセットされればですね、まあ、履歴も付け加わっていくし、で、アプリケーションが例えばダウンしてもですね、アプリケーションが止まってもデータベースの中身は消去されない。で、また復活すればですね、その同じ状態から計算を始めるというような形で、明示的に破壊するまで、ずっとそのアイデンティティはディスクの中に残っているという形で、管理して、します。で、ライフサイクル管理のための、まあ、インターフェースも用意されていて、値の更新を常にこのセットっていうメソッドを使って値の更新を行っていくという形になります。で、まあ、時間に関する問い合わせもですね、この、インスタンスに対して、何か時間に関するクエリをかけてあげれば、その時点での、値を得るということができます。で、例えばそのさっき の, スライダーで、まあ、時刻を、まあ、得るっていう、まあ、さっき の, 作業追跡の例で言うと、そのスライダーに時刻の値が保存されているので、そのスライダーの現在の値からですね、そのスナップショットを取って、まあ、現在のその時点での車両の値を得る。で、一方ですね、こちらの車両そのものはずっと値の更新を続けているので、トラッキングを続けながらですね、
B1 の方では、こっちはですね、値の変換、セットは、B クロの更新を行わないという前提なんですけれども、B1 の方では、その値の、値を、こっちでこうずっと更新を行いながら、まあ、同じ ID を使ってですね、その、この次辺値の値、その時の、ある時点での値を得ることができるというようなアプリケーションを考えることができます。で、まあ、タイムスタンプは、まあ、どういうふうに付与されるかっていうと、まあ、これ例えばですね、車両がこうずっとこうタイマーとともにこのセットポジションっていう関数を呼んで、値が更新されていくんですけれども、まあ、その中ではこのセット、現在の座標値を使って、まあ、セットっていうインターフェースを通じて値を更新していくと。でこのセットっていうのはX と Y 座標だけじゃなくって、そこにその先にあるようなですね、任意の、値プロパゲーションをまず一旦全部こうプッシュベーストでその時点での X と Y の値を計算してからそれを、データベースに入れるっていう形で、常に同じタイムスタンプで値が管理されるっていう形で計算されていきます。であとまあそれとは別にですね、ビューで計算されるような API のオペレーターも一応残しておいてですね、こちらの方はプルプルベーストでオンデマンドに計算、値が計算されるという形になっています。で、プロパゲーションのスイッチもですね、まあ、さっきのシグナル J の話と同じようにすることができて、まあ、基本的にパーシステントシグ永続シグナルはプリミティブな値しか取らないっていうふうに言ったんですけれども、一つ例外としてシグナルクラスだから別のシグナルクラスのを取ることができます。でこの場合データベースに記録されるのはそのアイデンティファイア値の切り切り、アイデンティファイアをデータベースに切り残すって形で永続シグナル上での値のスイッチっていうものをサポートをするようにしていますという形でスイッチングもできるということですね。まあこんな形で今永続シグナルを実現するっていう取り組みを進めています。で、まあ、ちょっと残っている話としてはですね、ID は基本的にまあ、ユーザー側が決めるっていう形にしていますので、これのユニークネスをまあ保証したいんですけれども、まあ、現在ではまあちょっとその仕組みをまあまだちょっと提供していないので、まあ、そこを何か考える必要があるっていうことと、あとシグナルクラスがまあ、進化していたときに、こう変わっていたときにですね、まあ、それをまあ考えないといけない、まあ、リファクタリングをするとか、まあ、そのときに、まあ、データベースをマイグレーションするとかですね、あるいは、既存の時系列データからシグナルクラスを、まあ、作るとかですね、まあ、そういったことは、まあ、ちょっとこれから検討していくっていう感じになっています。すみません、だいぶ時間超過していますけれども、ちょっと最後にですね、分散リアクティブプログラミングとその永続シグナルの、まあ、永続シグナル上での分散リアクティブプログラミングっていうことについてちょっと考えてみたいなと思っているんですけれども、まあ、まず今みたいなその全てのデータにタイムスタンプが時系列データにタイムスタンプがあってですね、シグナルの値変化はデータベース上に残っているというふうに考えると、グリッチがない、分散システム上でのグリッチがないということは、まあ、どういうことになるかというと、それはその時系列データがグリッチがないということに落とし込むことができます。だからそのタイムスタンプがですね、きちんと、適切にこうつけられていさえすれば、まあ、何かその不整合を観測するということは、まあ、ないはずなんですね。なので まず要求することとしては時系列データにまあ、グリッチがないということを、保証したいと。
で、想定できることとしてはですね、すべてのデータにはタイムスタンプがついていて、で、それは今までの話のように、グローバルクロックであるかもしれないし、あるいはその、別のランポートのタイムスタンプのようなものを考えてもいいかもしれません。何らかのタイムスタンプがついているということが前提です。で、グリッジを特徴づける、ものとしては、例えばその更新のタイミングだったりとか、あるいはそのコンス、あのコンシステンシーっていうものをどういうふうに考えるか、それは、きちんとその物事が起こった順番に記録されているべきなのか、それとも、あるいは、何かその因果関係さえ矛盾がなければ良いのかとかですね、例えば完全に並列なシステムであれば、順番は狂っても構わないとか、そういったものも含めて、グリッチをどう定義するかということですね。で、こういった議論をするにあたって、その既存の分散データベースであるとか、分散システムの、既存の技術がですね、うまく、なんていうか、その上にですね、永続シグナルっていうものを乗っけることで、こういった議論がしやすくなるんじゃないかなってことをちょっと考えていたりします。ちょっと答えがあるわけではないんですけども、全部こうタイムスタンプをつける、どういうふうにタイムスタンプをつけるかっていう話とか、それのコンシステンシーを、どういうふうに保つかっていうことは、もう過去にいろんな研究がありますので、その上にうまく乗っかることができるんじゃないかなっていうようなことを考えています。で、完全にグリッジのないようなですね、分散データベースの上でですね、ID はもうユニークについているということを前提とすれば、広域のですね、それらの、その ID に関する、時系列データは、分散システム上のどこかに記録されていてですね、そういう広域なレベルでのシグナルネットワークというものも考えること、ID ベースで考えることができるんじゃないかなというようなことを考えています。すみません、だいぶお時間を超過してしまいましたけれども、本日の話としてはですね、まずちょっと簡単にですね、時間、じ、えっと、時変値の間のフローとして、リアクティブプログラミングというものを考えてみました。で、いろんなリアクティブ言語がある中で、シグナル J は時変値というものをシグナルとして、抽象化していて、その上でシンプルなプログラミングインターフェースを提供していますということと、あとシグナル J の拡張として、永続シグナルというものを考えています。で、シグナルクラスというものを考えることで、ライフサイクル管理とか、あとそのアイデンティティのことを考える、アイデンティティをちゃんとつけてあげれば、ロケーショントランスパレンシーというようなことも言えるんじゃないかというような話を最後にしました。はい、以上で私の話は終わりにしたいと思います。